足跡を消すんであればブラシとかでもいいので、まあ、トンボ持ってる以上はしっかり動いた土を動かす、その中で、まあ、より平らにならすとかそういうことは意識してます。あれだけ狭い場所をまくっていうのは実は仙台に来てから初めて経験してるんですけど、まあ、そうじゃないところ内野手が守る部分に関してはできるだけ左右に大きく振るで、なおかつ先を高く上げてっていうのは、まあ、霧状で水を落として、まあ、木村を少なくしようという意図でやってます。守備位置であったりランナーが走る走路とかベース周りですね、各類のはしっかり水が残るようにっていう意識でやってます。でも本当に丁寧に整備してくれてるんで、エラーが少ないと思ってるんですけど、まあ、僕がエラーしてるのはボロじゃなくてフライなんで、グランドキーパーさんのせいじゃないんで、グランドキーパーさんがすごく丁寧にやってくれます。しかも結構試合中も3、5、7結構やってくれてるんで助かってるんですよ。そしたら、また次入る方元気な姿で頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。気をつけて。雨が染み込んだ時にぬかるまないように固めに、普段より固めに仕上げてあったり、あとは雨が降って
まあ、どうしてもぬかるむんで、その時に砂をまいて滑り止めみたいな感じにするんですけど、まあ、その砂も準備しとかないといけないですし、あとはグラウンド自体の、まあ、水の含み方を、まあ、雨前にはできるだけ水を抜いて仕上げたりとか、そういう対策はします。使っていただく選手プレイヤーにいいグラウンドだとか守りやすい、例えばマウンドでしたら投げやすかったとか言っていただくのが一番嬉しいですね。使うのは選手なので、できるだけ要望も聞き入れたいと思いますし、なのでまあコミュニケーションも取りつつ、選手が望んでいるグラウンドっていうのは作っていきたいと思ってます。まあ、そうですね、初年度人工芝だったんですけど、その、まあ、土っていうんですかね、アンツーカー自体が固まりきってなくて、柔らかいとシーズン通して、言われて、それを固めるのに非常に苦労しました。まあ、土も生き物なので、その天候とかによって状態が変わるんですけど、それを、まあ、自分なりにうまく、調整できるって言ったら何ですかね、これ試してみようかなとかっていうことができるので、それでうまくいった時は、あ、よかったっていうのがありますね。選手に怪我をさせないっていうことですかね、変なストレスを持ってプレーしてもらうのも嫌なので、気持ちよくプレーをしてもらいたい、そういうグラウンド作りは心がけているつもりです。